北海道恵庭南高等学校は北海道恵庭市白川町4丁目に所在する同立高等学校。北海道の高等学校で私立と公立を含めて唯一の体育課を設けている学校である。学校の北東側には野球場、陸上競技場などがある自然の森林が広がる恵庭公園や冬にスケートができる恵庭市民スケート場がある。南東側には 陸上自衛隊南へには駐屯地が広がり、北西側には住宅地と少し離れたところに級河川の伊リ川がある。1951年に、江庭町立北海道江庭高等学校の両分校を定時制の学校として設置が許可され、6月28日に江庭中学校を借りて開校式と第1回入学式が開かれる。1961年に、 江庭町立北海道江庭高等学校から全日制家庭を持たない定時制家庭だけの江庭町立北海道江庭南高等学校として独立となった。1962年に新校舎が完成した桜町に移転する。1964年に町立から同立に移管され、6月17日に同立移管記念式典が行われた。 1969年に普通科の他に新たに全日制家庭の体育科が江庭南高等学校に設置された。1973年に新校舎が完成し、現在地の白樺町に移転する。1976年に創立25周年と同時に白樺町に完成した新校舎の落成記念式典が行われた。1994年に3階建ての 重層構造体育館が完成した。1階にトレーニング室や柔道場や剣道場などがあり、2階にバスケットコートが2面ある、アリーナがあり、3階には室内走路が設けられている。普通科の生徒は全ての部活動のどれかに所属することができるが、体育科の生徒だけは所属できる部活動の吸収目に限られている。体育科専攻種目、ありがとうございます。